どうも皆さんこんにちは、こんばんは、エルザレットです。今回は前衛武器で生存率を上げる行動6選となります。前衛武器を使っているとデスと常に隣り合わせの状況が多いので、何かと生存率は悩む課題ですよね。と言ってもデスを恐れすぎると動きが鈍って行動力が落ちてしまい、味方を危険にさらしてしまうということも多くなります。そこで今回は前衛武器を使っている時に生存率を上げる行動を6つほど紹介したいと思います。行動を起こすのも大事ですが、まずは気づきと意識からだと思いますので、チェックしながら見てもらえると嬉しいです。今後も更新をしていきますので、動画を見てチャンネルを応援してくれる方はチャンネル登録と高評価をぜひお願いします。それでは早速解説していきたいと思います。1つ目は塗りの技術を上げるです。これは単純に人状態の時間を減らして敵に視認されないようにするためです。塗り行動というのは人状態になって無防備な時間となります。この時間が長いと敵に視認される機会が増えてしまいます。じゃあ単純に塗る時間を減らすはいいんじゃないかと思うかもしれませんが、それだとダメです。塗りを減らすということはその分味方が塗ることになるので負担がかかります。だからこそ塗りの技術を上げる必要があるわけです。スパッタリーなど前衛武器は射程は短いですが、塗りは他の武器よりも優れており、工夫次第では短時間で塗りを得れます。高台からのジャンプ打ちや扇状にしっかり塗るなどして少しでも工夫をしていきましょう。武器によっては連射性能に差がありますので、腕を振る速さも重要になります。それくらい塗るってことは難しいです。また前衛という立ち位置のことを考えると、短時間で効率よく整えることはどの場面でも有効に働きます。壁塗りにしても足場の確保にしてもですね。実際に上手い短射程使いの人はある程度塗りで整えてから潜伏や対面に備えることが多いです。ここからの展開がうまいんですよね。最低限の塗りをして次に備えるというふうに考えてみるといいかと思います。2つ目は敵の外側を意識です。これは誰をターゲットにするかという話です。前衛はどうしてもチームの一番前で戦うことが多いため、どんなに頑張っても周りを囲まれます。そのためこの囲まれる状況をなるべく作らないということが生存する上では一つの要素となります。スパッタリーで1人目をキルしたとしても、いつの間にか 2,3 人目に囲まれてやられるということがあります。このリスクをなるべく減らす方法として、敵の外側から潰すことが大事になります。外側を潰す場合、敵が一直線に並んで攻めてくる可能性がありますので、囲まれずに順番に対応ができる可能性が増えます。真ん中あたりの敵を狙うよりも外側を落とす方が何かと有利に運べる可能性があるんですよね。エイムがいい人ならさばききれる可能性も高いので、この方法は対面しつつ生存する方法になってくると言えます。3つ目は遮蔽物を意識することです。敵に見つからない、または攻撃を避けて引きつけるための方法になります。短射程の場合は体一つで突っ込んでいきますが、なるべく敵の攻撃をかわす必要があります。テラコンで避けるとしても限界があります。そこで活用するのが遮蔽物になるわけです。バッタリーのような短射程でサブなどの攻撃が少ない武器にとっては、とにかく近くまで引きつける必要がありますからね。粘り強く生き延びるほど相手も無視ができなくなっていきますので、頑張って引きつけたいところです。ただ遮蔽物といってもマップによっては小さい段差だったりするので、避けれる場所を探して潜伏などを活用しましょう。赤スパなら一度ビーコンを置いて逃げるのもありですね。4つ目はビーコンの活用です。赤スパったりならではの生存の上げ方ですが、飛ぶ以外の方法として活用します。赤スパったりの場合、索敵の方法としては視認するしか方法はありません。なので結構確認漏れが多いんですよね。ですがビーコンを使うことによって情報をかき集めることができます。それはマップの索敵ですね。ビーコンをマップ全体に置いておくと味方の復帰にも使えますが、潜伏中の敵などを確認することが可能となります。これをうまく活用すると、敵が今どこにいるのか、待ち伏せしているのか、マップだけで確認ができるわけです。
意外とこれが大事で、位置の把握ができると動きもなんとなく読めるようになります。生存するには位置の把握は大事ですからね。またビーコンを置いておくと味方が飛んでくれます。この味方が対面をしてくれれば、こちらは視認をする機会が生まれるというわけです。ビーコンの活用といってもマップ確認だけでなく対面の機会を作ることにもなるので、うまく味方も使っていきましょう。ちなみに青スパの場合ですが、クリアリングでトーピードを使うことが大事です。ただ後ろでポイポイ投げるというわけではなく、攻めるきっかけとしてあぶり出しからメインでの詰めでいくことが大事となります。5つ目はデスログを利用するです。これは場の状況を把握する上で大事なことになります。特に味方が倒された時のデスログは把握する必要があります。味方が倒されたとなれば、その場には相手が存在しますからね。そのままそこに潜伏している可能性がありますし、詰めてくる可能性も十分ありえます。ですが知っていれば対処がしやすくなりますよね。人数不利なら逃げれますし、引きつけてキルすることも可能となります。ただこのデスログなんですが、キルログに比べるとかなり見づらいという悪い部分があります。特別なマークが出るわけではなく、名前に×印がつくだけなんですよね。よく見ておかないと発見できません。常に前線にいる前衛としては、このログをうまく活用して位置の予測をし、引き際と攻め際を見極める必要が出てくるわけです。適当に突っ込むのではなく、ログももう一つの情報としてうまく活用することが生存時間を伸ばすきっかけになります。6つ目は対面時間を短くするです。対面時間が長くなるということは、敵に見られる時間が長くなるということです。敵を発見する時の行動を思い出してみるといいかと思いますが、ずっと戦っている敵ほど見つけやすいっていうことはないですか？逆に短期決戦で落とされた方がどこに逃げたのかわからなくなります。カバーをするにも難しいんですよね。単純に敵との対面時間が短くすることは、敵との連戦する上でとても有利に働きます。また時間がかかりすぎた場合は敵に囲まれているので、あえて逃げるという選択もありかと思います。生存していればチャンスはまた来ますからね。やられるくらいなら逃げるのもありというふうに考えてもいいかと思います。はい、ということで今回はここまでとなります。前衛武器で生存率を上げる行動6選はいかがでしたでしょうか？生存率を上げるとなった場合、前衛は激戦区に常にいるので難しいですよね。ですが前線で1デスでも減らすことができれば、1時間を伸ばせる可能性があります。常にリスクがある中で生存率が伸びることに意味があると思いますので、頑張りたいところですね。ということでご視聴ありがとうございました。チャンネルを応援してくれる方はチャンネル登録と高評価お願いします。それではまた次回お会いしましょう。バイバイ。